行く秋を惜しむ観光客を目当てに、ここ北海道札幌では全国でも珍しい寝台付きのバスがお目見えしました。目的地に到着しましたが、寝心地がいいのかお嬢さんたちは着いたのも知らないようです。サービスも至れり尽くせりのこのアイデアは札幌市長がアメリカから持ち帰ったものです。10円玉を入れれば12分間ガスが出て、いながらにして食事もでき、1台700万円というデラックス版です。上中下3段で24のベッドはシートに早変わり、こうすれば55人乗ることができます。観光地北海道ならではの話題でした。